起点となる、穂高駅や周を併設した、バス停留所あずみや周遊バスは、長野県あずみの市周辺において、季節運行されている、路線バス。南安タクシー、あずみ観光タクシー、赤品第一交通が運行する。かつては、あずみの穂高周遊バスという名称で、アルピコグループが運行していた。あずみの市にある JRO 糸線、穂高駅を中心として、 東西の離れた場所に散在する観光地を巡回する周遊バスである。1999年度に運行を開始した。かつて、アルピコグループが運行していた、安住の巡り定期観光バスを前進とし、当初は、安住の市観光協会からの委託を受けて、アルピコ観光バスが運行していたが、再産性を理由に撤退。2009年度以降は、 安曇野市観光協会会員のタクシー会社3社による安曇野市タクシー運営協議会が引き継いだ。運行期間、路線、運賃の見直し、他路線との接続を増やすなどの取り組みが続けられている。下記3路線がある。2006年当時の運行ルートは下記の通り。始発のバスは、保高駅から大王わさび農場を経由して、高橋節尾記念美術館へと向かい、 折り返して、ホタカ駅に戻り、今度は、ホタカ温泉郷や、国営アルプス安住の公園を回って再び、ホタカ駅へと戻るというものであった。アルピコ撤退後の2009年もこのルートであった。2010年には、ホタカ駐車場が、経由地に組み入れられた。2011年の運行ルートは、下記の通り、既存の通常便に加え、新たに、 安住の千尋美術館を経由する増発便を設定。2012年の運行ルートは下記の通り。東回り西回りが並行運用となる。運賃は大人、小人、幼児、障害者の4区分。大人運賃に対し、小人、障害者運賃はその半額、幼児は無料である。1回乗車券、他追立乗車券、品野大町ぐるりん。 ゴートの共通乗車券が用意されている。各タクシー会社3社が保有するマイクロバスを使用。周遊バスの目印となるステッカーは、同素紙をモチーフとしてデザインされている。ありがとうございます。